バッカラファットは間違って取ってしまうと大変なことになってしまいます。司法デザイン部の葛島先生です。今回はバッカラファットの危険性についてお話ししていきたいと思います。ここ最近ほっぺたのお肉が気になってきてるなって感じてる方はバッカラファットの可能性があります。お顔のお肉が気になってる方やお顔のたるみが気になってる方はバッカラファットを取った方が良いのでしょうか。インターネットなどではバッカルファットは絶対に取らない方がいいとか、取ると顔がこけるとか、そういった情報も出回ってるかと思います。また実際にバッカルファットを取ってしまったことによって顔がこけてしまい、その修正ができないのかなどについての相談も多くいただいております。バッカルファットは間違って取ってしまうと大変なことになってしまいます。では実際にバッカルファットはどういう人が取っているのか、どういう人が逆に取ってはいけないのかなどについて詳しくご紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。ではバッカルファットとは何でしょうか。はい、バッカルファットっていうのは簡単に言うとお口の奥の深いところにある脂肪のことを言います。バッカルファットは取ってしまうと頬がこけてしまうんでしょうか。実はバッカルファット全員あるんですね。ただバッカルファットっていうのは取れば全員がこけるかそういったわけではなくて、しっかりとした適温の人が適切な量を取るとこけないで済むんですね。バッカルファットっていうのはこの辺からまあこういうふうに落ちてくる、この脂肪の塊のことなんですけども、それが落ちてきてしっかりとこうつまめる、グニャーってつまんだ時にやっぱ痛かったりコリッとしたり、そういうのがバッカルファットになってくるんですけども、そういった方が適切な量を取れば全くこけずにここの部分をスキルすることができるのかなと思います。では顔がこけてしまう場合の例を教えてください。はい、バッカルファットっていうのはここからこういうふうに落ちてくるこの脂肪のことなので、こけてしまうっていうのはバッカルファットの適用でない人がバッカルファットを取ってしまうと、ここのほっぺたのところですね、ここのところがこんな感じでちょっとこけてしまうのかなって思います。取りすぎるとこけてしまいますし、取ってはいけない人が取ってしまうとこけてしまうのかなと思います。基本的には頬の部分がこけていきます。バッカルファット除去術の腕がないドクターの見分け方はありますか。はい、例えばカウンセリングに行った時に小顔になりたいっていうのをカウンセリングの先生に伝えた時に、あ、それはバッカルファットだよっていうのを顔も全く触られずに言われてしまったら、それはバッカルファットの適用を知らない先生なのかなって思います。バッカルファットっていうのは全員あるんですけども、その適用を見極めるためには必ず顔を触って診察しないといけないんですね。で具体的にはバッカルファットっていうのはこのしっかりと診察すると本当に痛いんですよ。なので基本的に僕が診察するときはちょっと痛くなりますっていうふうに声をかけさせていただいてるんですけども、本当つまむと痛いんで、それがある人がバッカルファットの適用なんですね。なので見た目で顔が膨れてるから、顔が下膨れっぽいから、脂肪がたくさんあるっぽいから、じゃあバッカルファットを取った方がいいんじゃないのかっていうふうに言われたら、それはしっかりと診察ができないドクターのすることなのかなと思います。それはバッカルファットじゃなくて脂肪吸引でしか取れない皮下脂肪の可能性がありますので、それはしっかりと適応を見極めることができないのかなと思いますので、しっかりと顔を触って診察できるかっていうのもドクター選びの基準なのかなと思います。あとはそのドクターがしっかりとバッカルファットの手術をたくさんこなしているのかっていうのは、そのドクターの例えばインスタグラムとか YouTube とか症例写真ホームページに載ってると思うんですけども、そういうのを確認していただいて、しっかりと本当にバッカルファットの手術をやっているのか、その手術をしたことによって仕上がりがどうなっているのか、焦げていないのか、そういったことまで含めてチェックしていただければ、そのドクターの実力、本当にバッカルファット手術をたくさんやっているのかとか、腕があるのかとか、そういったことは見極められるのかなって思います。行う上でのリスクはありますか。はい、どんな手術もリスクがない手術っていうのはないと思うんですけど、バッカルファットを取ることによってこけてしまったら逆に老けて見えてしまったりすると思うんですね。そのようなリスクは一つあるのかなと思います。あとはむくみとか内出血とか感染とか、まあ、そういったリスクがあるんですけども、しっかりとした方法で行えばそういったリスクもかなり避けることができますので、ご安心していただければと思います。バッカルファットを
を除去しないと逆にたるんでしまうなんていうことを耳にしたことがあるんですけど、適応している方は取った方がいいのでしょうか？はい、よくそのシモブクレとか基本的にまあ遺伝が結構大きな部分を占めるんですけども、バクラファットっていうのはある方は結構若い時からあるんですね。で若い時からこういうふうにお肉がこの下のところにこうやってぶら下がった状態になってると、やっぱり皮膚もそれに合わせて伸びてきてしまったりするんですね。そういった意味でバクラファットが適応がある方っていうのは、そのバクラファットを取らずにそのままにしておくと、年齢とともにやっぱり皮膚がこうやって伸びていってたるんでいってしまうのかなって思いますので、バッカラファットによってのたるみはあるのかなと思います。なのでバッカラファットの適用がある方はしっかりと取った方が今後たるみにくくなると思いますし、若返りっていう面でもバッカラファット手術っていうのはとても適用がある手術なのかなと思います。ネイラーファットという言葉もよく耳にするんですが、ネイラーファットとは何でしょうか？ミラーファットっていうのはこのほっぺたのこのところですね、ほうれい線の上にあるこうやって割った時にむくって出るこのつまめるこのお肉のことを、脂肪のことをミラーファットって言っております。ミラーファットを除去してしまうと頬がこけてしまうなどのリスクはあるんでしょうか？はい、ミラーファットの場所によってはこのほうれい線のこの近いこの下の部分を取るのはすっきりしていいと思うんですけども、この上の部分を取りすぎてしまったりすると、ここはボリュームがあった方が若く見えたりするんですね。そこの部分を取ってしまうと逆にここがこけてしまってげっそりしてしまうなんてこともありますので、ミラーファットもしっかりと取っていい場所、取っていけない場所をしっかりと見極めながら手術をする必要があるのかなと思います。もうメイラーファットも取りすぎてしまって顔がこけてしまって修正したいと思ってお客様も来られるとのことなんですが、修正はできるんでしょうか？はい、実は適応を間違えられてしまって手術をしてしまった、その修正をしてほしいっていうご相談結構いただいてるんですけども、そういった時にどういった修正ができるのかっていうと、基本的にはこの部分に脂肪を注入することなんですね。例えばここの部分がこけてしまったらこの部分に脂肪を入れる必要があるんですけども、その脂肪っていうのは例えば二の腕とか太ももからそういったところから脂肪を取って細かくきれいに入れていくという方法で修正を行っております。もちろんメイラーファットの部分も脂肪を注入することによってかなり改善しますので、メイラーファット、バックラファットの手術をしてこけてしまったとか逆に老けて見えてしまったとか、そういった方がいらっしゃれば脂肪をやることによって戻すことができますので、ちょっと参考にしてみてください。ただどれくらいこけてしまっているかにもよると思いますので、脂肪を入れるのが1回で終わらないって方もいらっしゃいます。中には2回ぐらい脂肪を入れないと元の状態に戻すことが難しいって方もいらっしゃいますので、そういうのはカウンセリングでお話できればと思います。皆さんいかがでしたでしょうか？本日はバッカラファット、メイラーファットで失敗しないためにどのようにしたら良いのか、どのようなリスクがあるのかについてまでご紹介させていただきました。今回の内容をまとめますと、バッカラファット、メイラーファットっていうのは適切な診断のもと適切な量を取れば問題なく綺麗に仕上がることができますので、ドクターエイドが一番重要なのかなって思います。今回ご紹介した内容をしっかりと理解していただいた上で、もしもほっぺたのお肉、頬のお肉が気になる場合は手術をしていただければいいのかなと思っております。しっかりとした診断をした上で手術をすれば理想の小顔に近づけると思いますので、今回の内容を一つの参考にしてみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援をお願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。適切な診断のもとバッカラファット、メイラーファットを除去した場合の症例写真をこちらにご紹介しておりますので、こちらも参考にしてみてください。